いいですね、この女性特有の冷ややかな負けず嫌いの戦いでしょうか ね、はい、ね、笑顔の中にもうバトルが、バトルが、まあ、そりゃそうですよ、そりゃそうですよ、ぜひともですね、素敵な素敵な優勝杯をゲットしていただきたい、はい、同じチームというところもいくつかありますからね、はい、意外とね、副賞がこれまたいいんでね、いいですからね、これはあのユニフォームだけで単純に言いますと真ん中が何が何でも負けられませんね、負けられません、これはね、44番、いや、あ、ここで、あ、すいません、個人女性のスターターをご紹介させていただきたいと思います。横浜ロイヤルパークホテル専務取締役総支配人、ミラニやすし様、お願いいたします。ミラニ様にご準備をいただきつつ、それでは、ね、そろそろよろしいでしょうかね、決勝レースでございます、決勝レースでございます。では改めましていきます。43番竹谷さん、39番渡辺さん、44番細川さん、40番長野さん、47番岩谷さん、頑張ってください。ではスタートラインにお願いします。はい、失礼しましたね、先ほどちょっと出違えて、名前間違えててごめんなさいね、間違えちゃって、はい、すいませんでした。はい、さあしっかりと心を整えまして、はい、ではお願いいたします。よーい、はい、さあ女性決勝がスタートしました。綺麗なスタートで、はい、スタートでしたね、はい、すごいですね、これ、横浜ベイホテル東急さんから2人、ね、はい、出て、あともベイシェラトンホテルタワーさんからも2人出てます、またあのロイヤルパークさんが1人、横浜のホテル対決、まさにそうです ね、あの諦めずに進むと意外と勝ててしまうというのがこのレースでございますので、はい、ぜひ集中して今折り返してます、はい、折り返してます。横浜ベイホテル東急がスタッフ衣装から言うと、はい、横浜ベイホテル東急がリードしているように見えますが、いや最後ここ分からない、分からない、最後まで分からない、最後の最後まで、おっとここで交差してる、ここで順位が入れ替わりました、順位以来が入れ替わって、まだ分かりません、じゃあ誰が優勝するのか、優勝が決まる緊張の中、さあ気をつけないとね、長野さんが今緊張タイプだけど、はい、落ち着いて、はい、優勝は、はい、横浜ベイホテルのアンドパワーズ長野さんです、おめでとうございます。そして渡辺さんに、はい、本当わからないですね、最後の最後までね。